ケカビメ。ケカビメは、接合菌類の中で、最も一般的なカビの一群である。身近に見ることのできるものも多い。ケカビメは、かつて接合菌門、接合菌校に含めたものの中で、最も普通に見られる菌群である。ケカビ、クモのスカビなど、身近に出現するいくつかのカビ類を含む。比較的大柄なものが多く、肉眼でも、 胞子のうがらの数が数えられるくらい、数える気にはならないがで、背丈も5ミリメートル以上になるものが少なくない。青カビなど、不完全菌類のカビの多くは、外生胞子を表面に出すので粉っぽく見えるが、この類のカビは、内生胞子を作り、菌子が太いので、より湿った感じに見える。多角体で、よく発達した菌子体を作り、無性生殖は、胞子のお胞子。 あるいは、胞子能に由来する構造を散布体とし、有性生殖は、配偶子能接合によって形成される、接合方子による。多くは、不正菌で、土壌や糞に生活し、近畿性菌や植物寄生性のものもある。一部に、病原性のものもあり、それによる症状は、無効流症と言われる。発酵食品に利用される例もある。よく発達した。 菌糸体を持つ。菌糸体を構成する菌糸は、核壁のない太い菌糸からなる多角体である。ただし古い部分では、核壁ができる場合もあり、胞子のうの下の部分など、規則的に核壁を生じる場合もある。菌糸は、気質の中、あるいは表面を張って分子し、ところどころでさらに細く分子した過根状禁止となる。菌糸の一部が、気質表面から離れ、 空気中へ伸びる場合もあり、これを気中禁止という。ごく一部に、条件によっては、公母状になる場合があるものが知られているが、長くその状態で生活するものは知られていない。無性生殖として、胞子脳を形成するのがこの類の本来の特徴で、あると考えられている。胞子脳は、気質上の禁止から、あるいは気中禁止から伸びた枝である胞子のうがらの、 先端の膨らみとして形成され、その内部が細胞に分かれて、胞子の右胞子となる。胞子の右胞子は、胞子の浮かべが溶けたり割れたりすることで散布される。水玉カビ類では、胞子脳壁は分解せず、その中に胞子を含んだまま、その基部から分離する。多くのもので、胞子脳の中心部が胞子とならず、胞子のう柄の延長部として残る。これを中軸という、 胞子が散布された後は、胞子脳柄の先端に小さい球形の袋のような形で柱軸が残。また、柱軸の延長が胞子脳に流れる形で、胞子脳直下の胞子の柄が膨らんでいる場合、これをアポフィシスという。かつてこの類に含めた腐れ毛ビ下のものは柱軸のない胞子脳を形成す。しかし、現在ではこの類は別の系統に属すると、 考えられており、柱軸を有することは、この類の特徴の一つと考えられている。胞子のうのみを形成するものも多いが、外見的に大きく異なるものを形成する例も多い。その多くは、より特殊化した胞子のうの派生物と考えられている。これらのいくつかを同時に形成するものや、あるいは条件によって異なるものを形成するものも、知られている。他に、 金糸に厚膜胞子を形成する場合がある。有性生殖は、配偶子の接合による、接合胞子脳の形成によって行われる。多くのものは、自家不和合成であるため、接合胞子の形成は、公的な株同士が出会った場合にのみ生じる。自家和合成のものも知られている。公的な二つの金子が近づいた場合、両者から枝が伸び、先端が膨らんで配偶子脳となり、 それらが接合すると、その両方の先端の一部が融合して一つの細胞となり、膨らんで接合胞子脳となる。接合胞子脳は鉱壁になり、表面に凹凸を持って黒っぽく着色するものが多い。その内部には一個の大きな接合胞子が形成される。接合胞子脳は、休眠にはいるが、発芽する場合、壁が割れて出てくる菌子はすぐに、胞子脳を形成する。 接合方式には、両近子より、複数の核が入る。接合方式内ではそれらの核が二つずつ、融合の後、減数分裂を行い、発芽時には、単層の核が残っていることになる。近子体の核層は、従って単層である。減数分裂後の核は、ただ一個を残して、残りが退化するものもあれば、複数が残存する例もある。合する、配偶は、 両者に大きさや型の区別がない場合が多いが、大小の分化が生じているものもある。両者の筋腫と配偶指脳、それに接合方指脳の位置関係には大きく二つの形がある。毛化火などでは、両筋腫管の接合方指脳は、接合方指式柄に両側から挟まれ、全体としては H 字型となるが、髭化火などでは接合が行われる前に、 配偶指導を形成する菌糸がまず接触点を持ち、そこからもう一度離れて、すぐに、再び大きく曲がり込んで互いに接触、接合を行う。完成した、接合方式の牛地柄は、まるでハサミ式の釘抜きかやとこで接合方式のを、挟んだ形になる。また、弓毛カビや、ヒゲカビでは、接合方式の牛地柄から、多数のトゲ状突起を生じて接合方式のを囲む。 ことが知られている。多くの毛カビ目は、不正菌である。家屋内の食品などに発生するものとしては、毛カビ、クモのスカビが普通である。空中雑菌として出現するものには、この他にクス玉カビや針刺しカビも時がある。ヒゲカビも時に、食品工場などに出現して人を驚かせる。より多くの毛カビ類は、自然界の様々な有機物界、土壌、植物遺体。 糞などに出現する。特に装飾哺乳類の糞は多くの種を観察できる良い資料として知られる。そのようなものに広く出現するものは特に決まった気質に出現する。思考性は少ないものと見られる。毛下火類は一般に成長が早く、胞子形成を始めるのも早い。他方でキノコ類などより高等な菌類に見られるようなセルロースなど、 分解困難な成分を分解する能力に乏しく、糖分など分解しやすい成分を、主として利用するので、シュガー、フンギなどと呼ばれることもある。粉性菌や落葉状の菌床の繊維を見た場合、ケカビ類は、その極初期、せいぜい1週間以内程度に出現すると、その後は出なくなる種が多い。おそらく、分解吸収のしやすい成分を素早く吸収して、成長し、 素早く奉仕形成を終えると、以降は生育できにくくなるものと考えられている。より気質の指向性の高いものとしては、草食哺乳類の糞に、もっぱら出現する水玉カビやヒゲカビ、特定の植物の花や果実に出現する郊外ケカビ、限られたキノコに出る竹張カビや、二間竹カビなどがある。最後の例は、近畿性菌である。他に、 寄生性があるものに毛ビに近い姿のパラステラ、パリステラやイトエダカビケイトクレアムなどがあり、これらはいずれも毛ビ類を宿主としている。なお、鳥持ちカビ目やディマルガリス目のものにも近寄生菌があり、それらは宿主の菌子内に吸気を侵入させるが、本目の近寄生菌はそのようなものを形成しない。ただし、接触部が膨大したゴールを形成するものはある。 ほとんどのものが培地上での培養が可能で、一般的な菌類用培地でよく生育するものが多い。寄生性のものも、毛カビ目のものは大抵培地上で純粋培養が可能で、そこそこは成長するので、条件的寄生菌と言われる。普通は、ジャガイモデキストロース寒天培地、バクガエキス寒天培地などが使用される。 人工培地としては合成無効る観天培地というのが考案されている。水玉カビなど、粉成菌では粉に含まれる特殊な成分を要求するものも知られている。多くのものが不正生活で土壌、排泄物、有機物に生育する。そのようなものでは人間との接点は感じられないものが多い。郊外経過瓶などには普通は植物遺体につくが、 弱った部分を攻撃する、条件的寄生菌として振る舞うものがあり、作物に病気を引き起こしたり、保存中の生鮮果物を腐敗させたりする、物がられている。弓毛カビクス玉カビなどには人体に、菌感染症を引き起こす例が知られているが、高い病原性を持つものとは見なされておらず、日和未感染と考えられる。クモの巣カビなどには、 発酵食品などに関わって使われるものがある。ヒゲカビと水玉カビの胞子能柄は、大型で強い屈光性を示すことから、モデル生物としても使われる。多くの属が一種か、せいぜい数種を含むに過ぎない。この中で、ケカビ属が最も多くの種が記載されているが、実際の種は六十種以下と言われ、それ以外では、弓ケカビとクモノスカビ、 それに、ウンベロップシスなどがやっと二桁の種数を有する程度である。元来は、接合菌類の中で、菌死体がよく発達するものはすべてをこの目に含めた。つまり、鳥持ちかびとハエかび目以外はすべて、毛かび目であった。その中から、次第に、いくつかの群が独立させられていった。枝かびかとシグモイディオミケスかは、鳥もちかびへ移され、ヒクセラかは、ヒクセラ目に独立し、 他にも厚木ケカビカ、ディマルガニスカ、グロムス類、一旦は厚木ケカビカに所属、腐れケカビカが独立目となったため、以前に比べてこの目の含む範囲は狭くなっている。かの分類は問題が多い。従来は無症生殖器官の構造について、法子脳を祖先的なものとして、それから小法子脳や分節法指脳が派生し、 また有性生殖では毛ビ型の H 字型のものが原始的でこれから抜き型や接合方指能を囲う付属枝を持つものが出たといった見方を基本にトガを区分した。これはほぼ1990年頃まで行われ、ひとまずは安定した体型を成していた。ところが分子系統による系統樹は現在のところこれらのトガの 時には族の区分をまたいだり入り混じったりといったものとなっている。これは、ほとんどの都がが多系統であるという意味にとれ、蒸気のような形態的な特徴が系統を反映していないことを示している。現在大きな見直しが進んでいるようで、安定するにはまだ時間がかかるかもしれない。まとめる側ではほとんど全部、ケカビカに統合してしまう説から、15以上の都がを認める説まである。 まずアレクザパリスエアルのものを示す。これは分子系統以前の体系であり、その中でもかなり細分方向よりの体系になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。